こんにちは。こんにちは。今日はいつもより15分早くスタートになりました。土曜特集テレビ愛。スタジオにはキャスターとしまして今日は久能靖さんにお越しいただきました。久能さんお願いします。よろしくお願いいたします。さて冒頭にもご覧いただきましたけれども、今日は高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が行われまして、見事に静岡学園高校が2連覇を果たしました。あの決勝戦らしい本当にいい試合でしたけど、改めて静岡っていうのはレベルが高い、そう熱いなって感じがしますね、はい、であの大相撲でもね、同じ部屋に同じようなレベルの力士がいるとお互いに、いい相手として伸びてきますよね、切磋琢磨してと、それと同じようにね、あの静岡っていうのは本当に、たくさんのいいライバルがいるな、そのために層が高いんだろうなっていう感じがしますね。もう県全体が静岡部屋のようなそうですね。さあその中を勝ち上がった実は静岡学園高校サッカー部の皆さん、この大ステレビに駆けつけてくれたようです。 A スタジオの木田さんお願いします。はい、第75回全国高校サッカー選手権静岡県大会は激戦に次ぐ激戦、今年もですねいろんなドラマが生まれましたね。しかしですね、その静岡県大会も今日ついに決着がつきました。今日はですね、その決勝戦の模様をですね、私木田とキックオフでもおなじみの高校生リポーター牧野恵梨香ちゃんとともにですね振り返ってみたいと思います。はい、恵梨香ちゃん、今日の決勝戦、はい、見てどうだった？そうですね、取ったら取り返すという、 もう目が離せないような試合で、うん、もう決勝戦だからもう応援の方もすごく盛り上がって、あの勝ってほしいという願いがなんか私にも伝わってくるような感じがしました。そうだよね、はい、もうワンプレーワンプレーごとにもうね観客席から大きな声援、そうですね、はい、送られてたもんね、はい、改めてご紹介しましょう。県内117校の頂点、そして見事静岡県代表に輝きました静岡学園高校サッカー部の皆さんです。いやみんな静かだなどうしたんだろう本当に。そして私のですね横にいらっしゃるのが名将井田正道監督です。いやおめでとうございます。ありがとうございます。井田監督もうね、はい、ご機嫌といった感じなんですが、今の率直な感想いかがですか？そうですね、まあ、一つの仕事をやり遂げたっていうかね、そういう満足感ですね。一つの仕事をやり遂げた、予想していた展開とどうですか？いや両方ともあの攻撃的なチームだったから、はい、多分 3-2 とか 4-3 なんじゃないかと、まあ、少し笑いが漏れていましたね。内藤キャプテン、今の気持ちはいかがですか？もう嬉しいの一言です、嬉しい一言、まあ、あの昨年もですね優勝を決めた時にフィールドに立っていましたね。その時とまた味わいっていうか感触違うでしょ？やっぱ今度3年となって自分たちが中心でできたんで、まあ、喜びは倍以上になってます。喜びは倍以上ということですね。それではですねコマーシャルを挟んでですね決勝戦の模様をご覧いただきたいと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おかげさまでスポニチは売れて売れてもう100万部を突破しました。日頃の皆様のご愛読に感謝して読む人に一礼、読む人に一礼、スポニチです。メガネトップコンタクトレンズオールブランド年中 70% から 30% オフですね、一部時間を変更してお送りしております。ではですね早速決勝戦の模様をご覧ください。決勝戦なるか、それとも古豪藤枝東の12年ぶりの復活になるか。今日は監督、第75回監督、この試合前はどういう指示を出されていたんですか？忘れた忘れたと、もう、はい、古いことは忘れたという感じですか？もう先のこと考えてるから、あそうですか、うん、なるほど、すぐ忘れない。内藤キャプテン、立ち上がりはどうでした？いや、みんなちょっと加算があったのかもしれないですけど、あんまり動けよくなかったです。あんまり動けなかった。そして前半11分ですね、チャンスが巡ってきます。そして抜け出したのはエースストライカーの坂本君、まだボールキープしている。さあ、マキタが抑えた。随分険しそうな、ね、表情してましたよね。だなそして前半19分には今度はですねフォローに入った鈴木亮君、ね、ナイスシュートな、ね、ナイスシュート、ナイスシュートですか。しかしですね前半22分、ここじっくりご覧いただきましょう。ここはうまかったな、向こうは、このパスでよかったな、このスペース、はい、さあ1対1、でもスイング打ちませんでしたね。まだこれ2年ゴール入った、シュート打たない、
ヘディングシュート、誰さヘディング、ヘディングは9番青島です。ちょうどあのフリーで打たせてしまったことになりましたね。パスが良かったね、みたいな。この1点っていうのはどうですか、内藤君。いや、まあ相手のカウンターからスピードになった攻撃だったんで、まあ相手のを褒めるしかないと思います。そしてその7分後ですね、これはすごかったですね、練習通りだね。内藤君のフリーキックから詰めていたのが鈴木亮君。いや、思わず周りから歓声も漏れてしまった。初めて見たもん、ヘディングシュート。あ、そうですか、うん、あまりそういうヘディングシュートを決めるような選手がない、うん、違うね。あでもよく詰めてましたよね。よでもキーパーもあるじゃん、もうしょうがないでしょ。ちょっと待って、これで1対1。これでかなりまたね、振り出しに戻しましたからいけるんじゃないかっていう感触があったと思うんですが、またもセットプレーですね。これドンピシャだね。前半38分です。ヘディングシュート、ゴール。いや、これはまさにドンピシャ、坂本君ね。大石のキックが良かったな。まず坂本君と大石君のキックと、ね、大石君顔をあからめてますかね。そして前半40分、この1点は大きかったじゃないですか、内藤君。そうですね、まあ、前半のうちに2点差ついて、まあ、楽な展開になってきた。これは坂本君らしいシュートじゃないですか。そうだな、このワントラップも良かったね。そしてあのシュートへ持っていく時のそのボールのさばき方、はい、珍しく。これで3対1。そしてですね、このまま行くんじゃないかと思われたんですが、後半10分ですね、藤枝東、はい、これファウル、ファウル絶対センタリングから、ファウル、ファウル、これは南君とちょうどあのシュートを放った錦野君じゃなくて、その前に違う選手と前のやつが当たってるから。もう一度ご覧いただきましょうか。これがこれ、ほら、はい、キーパー先に詰めてた選手と交錯したんですね、キーパー、わーとわーとまあ、そこで南君がね、ちょっと反応が遅れてしまったとあるんですけども、しかし後半16分、これは良かった。内藤だ、内藤クラノ、この辺りは静学らしい展開じゃないですか。そうそう、クラノシュート、ゴール、ナイスゴール、もうじっとクラノ君をね、見入っていますよね。すごいシュートですね、これ。これで4対2、突き放したかと思ったんですが、後半23分ですね、これどうしたよね、かクリアしてちゃん、大輔がいた、いたのか。そして混戦の中から抜けるんですよね、シュート、ゴール、仕方がない点ですか。ついに4対3、またもそろそろこれで1点差、残り時間は17分。なんとかしのいでですね、後半40分、ここをもうしのげばって感じがありました。そうだね、6番の岡原、2m44cm のクロスバーのわずか上、キーパー南から。そして試合終了のホイッスル、試合終了を告げる長いホイッスル、静岡学園入賞、2年連続5度目の全大会出場を決めました。誰だいや、監督、改めてこの VTR ご覧になっていかがですかね。うん、まあ非常にあの幸運もあったしね、それから夏以降よく練習積んだから、そういうやってよかったなとな、一生懸命練習やってよかったなと、そういう感じですね。高校総体ではですね、中部地区予選で敗退してしまいました。 その後選手権前ですね、どのようにチームを持っていこうとお考えになったんですか。かなり時間があったから、あのしっかり基本的な体力とかね、精神的なものを強めようと思って相当走りました。なるほど、走り込んだ結果、やはりその粘り強さって言いますか、たくましさも今年の静岡県あったように思うんですよ。そうですね、最後まで切れなかったね。内藤君、キャプテン内藤君、改めて今の VTR、まあ両方とも自分サッカーができたんじゃないかと思ってます。この試合終了のホイッスル聞いた時っていうのはどんな気持ちだった。まあ、やっと終わったって感じですね。やっと終わった、それまで長かったなっていう感じ。そうですね。藤枝東高の印象っていうのはどうだった。やっぱカウンターからのスピードの攻撃が、まあ、いいって聞いてるので、それをなんとか止めようと思ったんですけど、まあ、何本かはやられたけど、まあ、結果的に勝ったんで良かったです。
もう4対3という激しい点の取り合いの末ですね、まあ、静岡県代表に静岡県が輝いたわけなんですが、実はですね、皆さんに花束が届いてるんですよ。花束と同時にですね、メッセージ、お祝いのメッセージ届いているんですが、ちょっとこちらをご覧ください。おめでとうございます。わかります。今年も、はい、そうなんです。学園のサッカーで優勝したようなので、本当に嬉しく思っております。また、何でも協力させてもらいますんで、頑張ってください。本当おめでとうございます。静岡学園というのはいつも信念を持ってね、サッカーに取り組んでるんで、その結果がこういう形で現れて非常に、自分自身も嬉しいですし、これからもまた、選手権の、全国大会に向けて頑張ってもらいたいなと思いますので、本当におめでとうございました。はい、ということですね、まあ、今カズ選手とヤス選手は天皇杯の試合に向けてですね、今移動中ということでこちらのスタジオに、来られなかったんですが、その代わりですね、花束が届いております。監督、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、おめでとうございました。もう関東からですね、もうね、坂本、内藤君にですね、花束を渡されましたが、実はですね、また坂本君、大会真のですね、13得点で得点王に輝きました坂本君にですね、メッセージ、J リーグ得点王のクロス選手からメッセージが届いております。ストライカーが得点王っていうのはなかなかね、取れるもんじゃないんで、本当に良かったと思います。ということなんですが、改めてですね、まあ、ちょっと短めだったんですけどね坂本君、改めてこの今得点王になった気持ちなどなど、優勝した感想などちょっと聞きたいんだけど。嬉しいです。嬉しい、はい、なるほどね。二次リーグからかなり上り調子になってきましたね。そうそう、やはり夏頃から坂本君が大きかったなっていうのがありました。そうですね、よかったですね、変身ってやつだね。変身という、何がさあ、ゴール、ゴール、シュート、変身もう井田監督、かなり勝利に酔ってらっしゃいますよね本当に、このシーン、はい、これも見事なヘディングシュートでした、これはもう大石君と目と目が合ってっていう感じかな。そしてこの、坂本くんの、ね、ゴールも素晴らしいんですけど、その前にスルーした倉根くん、もうこれはずっとね、小学校中学でかなり一緒にやってた時期があったということで、はい、もう感覚的にはもう、あ、もう来てると思ってました。あ、もう後ろに坂本くんがいるのは分かった。はい、分かりました。あ、それでスルーした。そうですね、坂本くんはもうスルするなっていう感じは、はい、来ると思いました。あ、そうですか。そしてですね、まあ決勝ゴールは倉根君が叩き出したわけなんですよ。決勝ゴールっていうのは4点目のゴールですね。あのゴールって今思い出してみて、このゴールなんですが、自分にとってどうですか。良かったです、やっぱりどれぐらいだったな、普段通りっていう感じかな。もうじっと見入ってますがね、倉根君、はい、ということでですね、まあ、今 VTR などご覧いただいたわけなんですが、コマーシャルを挟みましてですね、全国の代表校の顔ぶれをですね、ちょっとご紹介したいと思います。続いてはですね、全国の代表校の顔ぶれを伊藤アナウンサーに紹介してもらいましょう。では伊藤さん、お願いします。はい、10月6日北海道の室蘭大谷高校を皮切りに、今日までに全国39代表が決定する予定です。それでは東北地区からご覧いただきましょう。まず東北地区、岩手県の大船渡高校と山形県の山形市立商業はそれぞれ初出場で全国への切符を手にしています。さあ、続きまして注目の関東地区ご覧ください。まずは東京 A ブロック、あの帝京高校が負けました。その帝京を下した修徳高校が全国大会の切符を決定にしています。そして東京 B ブロックは国学院久我山が出てまいりました。そして神奈川県はベスト4、インターハイベスト4の桐光学園が出場してきています。なおですね、埼玉県では武南が準決勝で敗退、千葉では市立船橋が決勝へ進出しているという情報が入ってきています。そして北陸地区ご覧ください。ご覧のようになっています。
続いて中部地区です。山梨県はインターハイベスト4の韮崎高校が3年ぶり28度目の出場です。さあ続きまして近畿地区ご覧ください。京都ではですね、去年1回戦で対戦しました東山高校が出てきました。そして大阪は近大付属が代表の座を射止めています。なお四国地区ついていきましょうか。まず愛媛県は南宇和が出てきました。そして徳島県が徳島商業出てきましたね。そして上に行きまして中国地区はご覧のようになっています。さあ最後実力校がひしめきます九州地区ご覧ください。まずは去年優勝を分け合いました鹿児島実業がやはり今年も決勝今日勝ちました。そして長崎県は国見11年連続11度目の出場を手にしています。そしてですね、明日残り9代表が決定しまして全国48代表の顔ぶれが揃うということなんです。以上です木田さん。はい、ということでございますが監督、はい、この中で気になるチームなどありますか。常連校でいつも出てるとこね、鹿児島実業、国見、韮崎、はい、あと関東で市船、どうだろうな、あと南宇和とか、みんな面目が出てますね。近代付属の字がねちょっと間違っておりまして訂正させていただきたいんですが、監督全大会に向けてちょっと抱負を聞かせてください。去年はね運よく頂点立ったけど、今年のチームはチームワークでやられやならんから、鍛え直して走って1回戦から一つずつ階段上がっていくって感じで、はい、まず1回戦、多分シードだと思うから2回戦から始まるかな、その初戦突破だね。はい、18日月曜日ですね、抽選会が行われます。そして全国大会はですね、12月31日火曜日1回戦、そして来年1月8日水曜日に国立競技場で決勝戦が行われます。静岡はですね、昨年の優勝校ですからね、1月2日木曜日の2回戦から登場ということになります。静岡第一戦ではもちろん全国大会の模様、静岡学園高校の活躍ぶりを完全生中継でお送りする予定です。本当に静岡学園高校皆さんおめでとうございました。こちらからは以上です。そしてスルーした、さあシュート、どうだ、決まった、3点目静岡のボールになった、さあどうだ、シュート決まった、突き放します静岡学園。さあスローです。そしてここで長いホイッスル、試合終了です。静岡学園2年連続5回目の優勝。こんばんは。こんばんは。SBS テレビ夕刊です。ただいまご覧いただきましたように、全国高校サッカー選手権の静岡県代表は静岡学園に決まりました。はい、静岡学園は2年連続5回目の全国大会出場となりました。はい、そうですね。今日はこのスタジオに、静岡学園のイレブンの皆さんにお越しいただいていますので、スタジオを呼んでみたいと思います。はい、もう皆さんリラックスしてるでしょうか。スタジオの渡辺さん、石川さん、お願いします。はい、こちらのスタジオには見事2連覇の静岡学園の井田監督以下、登録の22人の選手に来ていただきました。改めておめでとうございます。監督、はい、もう早くももう一杯、祝杯をあげたいっていうそういう気分だと思いますけれども、今年はね、はい、2連覇がかかっていて、去年の優勝と今日のこの優勝、ずいぶん意味がこう監督でも違うと思うんですね。そうですね、やはり静岡県で2回連続勝つってことは非常に難しいことですね。しかも今年はね、清水商業、清水東、そして藤枝東と強豪3つを倒して、しかも全部1点差じゃないですか。そうですね、どうですか今振り返ってこの3試合。いや、今言った3チームと一緒にね、全国大会ですね。ああ、なるほどね。それで静岡県で独占ベスト4ね、そうなりたいですね。ああ、なるほどね。いいこと言いますね。さあ、それじゃあですね、今日のまず前半戦から振り返っていきたいと思います。決勝です。たった今試合が始まりました。向かって右のエンドが静学、そして向かって左のエンドが藤色のユニフォーム藤枝東高校です。第75回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝です。坂本、右に出した大石、そして右に出していって、さあ鈴木のクロス、クロスが最後シュートはミートしたいか、いや、ここでシュートはどうだ、
んとか防ぎました藤枝東高校。おっといい形になった。さあ1年生の佐賀、かわしたかわした。さあゴールはガラアキだ。シュート打てるか。ああクロスになる、クロス。さあそしてヘディングシュート、ゴール決まった。前半の22分、藤枝東高校先制です。23メートルぐらいでしょうか。また内藤のシュート、どうだ、パンチング、こぼれればシュート、決まった。ゴール1対1の同点。前半の29分、静学追いつきました。これはかわすことができませんでしたが、コーナーキックに変わります。さあクロスが上がっていく、これパンチング、ゴール決まった。坂本のゴール、今大会12点目、2対1、静学勝ち越しです。前半の38分です。さあ絞っていった、これが鈴木、さらに大石、そしてスルシタ。さあシュート、どうだ、決まった。3点目、3対1、また坂本です。ロスタイムの41分、3対1になりました。そしてここで主審の長いホイッスルです。前半が終わりました。前半を終了して3対1、静学が先制されたんですけど逆転しました。同点ゴールを決めた鈴木くん、はい、あれ内藤くんのフリーキックのこぼれ球だったんですが、よく詰めてましたね。練習通りです。練習通り。緊張してます？はい、試合より。監督、試合の時は伸び伸びやってますよね。そうですね。そして、2点目3点目は坂本くんだったんですが、坂本くん、これで2次リーグ以降13得点で得点を、県大会の記録を9年ぶりに更新したと。この記録はいつ知ってました？まあ、準々決勝。準々決勝で気づいて、はい、うん、で準決勝でさらに記録伸ばして、はい、今日1点目これで、得点を記録抜いたぞっていう気持ちはどうだったんですか？試合中はあんまり感じない。その時は、はい、そういうことは考えない、はい、うん、でも監督ね、はい、3点目もそうなんですが、たくさんの選手が触ってゴールしてますよね。そうですね、うん、それがやっぱり静学のサッカーだなという感じがするんですけどね、さあそれでは、続いて後半の方もちょっと見ていただきましょう。石川が左からオーバーラップしていきます。クロスを送った逆サイド、ヘディングはどうだ、これつけた、ゴールはゴール、藤枝東高校。こぼれたボール、さあ3点になっている。さあ大島だ、シュートまでいけるか、これはクリアしました、山崎哲也。それからさあここで静学のボールになった、さあどうだ、シュートになった、ゴール、4点目、4対2になりました。後半の16分です。突き放します、静岡学園。さあつないだ、藤枝シュート、どうだ、決まった、4対3です。後半の23分、また1点差。さあ石田が上がってきます、そして中には坂本のヘディングシュート、ゴールキーパー弾いた。さあロスタイムに入っています。同点に追いつけば延長戦ということになります。大川のシュート、クロスバーを変えた。そしてここで長いホイッスル、試合終了です。静岡学園2年連続5回目の優勝、ということで2年連続5回目の優勝を果たしたわけなんですけれども、今クラミちょっとため息ついてましたけれども、決勝点を挙げました倉貫選手ですが、あれは右足でしたね。はい、右足でした。ちょっとね、前々回の試合で痛めてたんですよね。あ、でもあんまり痛くなかったです。右足で決めました。気分はどうでした？もう最高でしたね、人生の中で。狙ってたんですか？あ、はい、まあ、一応狙ってましたけど。監督、今のもダブルワンツーなんですよね、内藤君とのね。そうですね、内藤、倉貫、坂本のラインってのは最高ですね。まあ、得点力の方はね、こうやって目立つんですが、ゴールキーパーの南君、今大会はかなり南君の方も、まあ、ディフェンスの方側としても、重圧あったと思うんですけど、どうですか？そうですね、相手がやっぱ強いところばっかりだったんで、まあ、でも守ってしっかり守っていれば前が点取ってくれると思ったんで、だからまあ
そのディフェンスリーダーの山崎くんが、今大会の最優秀選手、ね、改めておめでとうございます。MVP表彰式で MVP だってあの名前呼ばれた時の気分ってどうでした？信じられませんでした。どの辺が評価されたと思います？わかんないです。わかんないです。何か監督言ってますけどね、しかしこのプレーなんかね、あの井田監督、はい、あの山崎本当に読みがいいですよね。そうですね、うん、読みもいいし足も速いし頑張るし、ベリーグーね。さてこれで、2年連続の全国大会を決めたわけなんですが、キャプテンの内藤君、今年はね夏非常に苦しい時期もあったし、キャプテンとしていろいろ思うことあったと思うんですが、改めてどうですか、優勝してみて。やっぱ今日も倒して優勝やって、まあ、嬉しいです。それから内藤君自身はね、去年はあの全国大会の直前に骨折をしてしまって、悔しい思いしたと思いますけど、今年はどうですか？そうですね、まあ、最上級生で出れたんで、うん、もう一度学園のサッカーをやりたいです。また全国にぜひあの学園のサッカーアピールしてください。全国大会なんですが、あさって組み合わせ抽選会、そして12月31日に開会式、決勝は1月8日国立競技場。監督、今年こそ単独優勝、はい、いや、まず1戦目を勝ちます。あ、そうですか。で、でも本当にね、ぜひいいサッカーを見せてください、はい、お願いします、はい、頑張ってください。ありがとうございました、はい、おめでとうございます。はい、おはようございます、木田芳子です。君たちを2002年に見たいをキャッチフレーズに、第75回全国高校サッカー選手権が12月30日に開幕します。その組み合わせが決まりました。県大会決勝の2日後、11月18日に東京の日比谷高校清涼会館で全国48代表のキャプテンと監督が集まりまして、組み合わせ抽選会が行われました。前回優勝の静岡県はシードされて1月2日の2回戦から登場。初戦の相手はなんと前回と同じ京都の東山、2年連続の同一カードとなりました。去年やってるんで、まあ、少しは分かるんで、それに合わせてチームを上げていきたいと思います。まあ、四日市と、まあ、勝って国見あたりが山になると思います。そうですね、今年はまあ単独優勝を目指して、まあ、一戦一戦頑張っていきたいと思います。では組み合わせをご覧いただきましょう。静岡学園が順当に勝ち上がっていくと、1月3日の3回戦で三重県の四日市中央工業と、1月5日の準々決勝で長崎県の国見あたりと対戦することになりそうです。準決勝には埼玉県大会で武南を破った浦和市立、大阪の実力校近畿大学附属、そして19歳以下の日本代表のゲームメーカー中村を擁する神奈川県の桐光学園のいずれかが上がってきそうです。続いて逆のブロック、個人技に優れた選手が多い福岡県の東海大五、千葉県の市立船橋、全国高校総体ベスト4の山梨県の韮崎、そして前回静岡学園と優勝を分け合った鹿児島実業が有力です。静岡学園の初戦の相手はまたも京都の東山、静岡県代表が初戦でですね、京都府代表と対戦するのはこの7年間でなんと5回もあるんですね。何か縁でもあるんでしょうかね。それにしてもよく当たりますよね。続いては高校サッカー選手権静岡県大会のプレイバック、高校生リポーター牧野恵里香ちゃんの登場です。静岡学園の優勝で幕を閉じた今年の選手権、その選手権ではたくさんのスーパーゴールが飛び出しました。そこで私が選んだゴール集をご覧ください。シュート！ゴール！
シーンがありましたが、一番すごいゴールはやっぱりこれでしょう。思わず感心したり見とれてしまうゴールシーンがいくつかありましたが、皆さんにとってベストゴールはどのゴールシーンでしょうか。今年は この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この度値下げになったドコモの携帯の料金は月々の基本使用料ですが、さて携帯を逆から言うといけいけ、はい、ドコモの携帯またの大幅値下げ。見たこともないもの見てみたいな、クジラのダンス、北の国のオーロラ、アリンコの涙、いつかきっと見れるよね、いつかきっと見れるよね、いつかきっと会えるよね。スズヨグループ。皆さんおはようございます。木田芳子です。昨日から山崎ナビスコカップが始まりました。今回はですね、 J リーグ17チームに加えまして、巡回のコンサドーレ、ブランベル、そしてフューチャーズが母体のサガン鳥栖、この3チームが参加。合計20チームがですね、4チームずつ5つのグループに分かれまして、ホームアンダーウェイで予選リーグを戦います。エスパルスは A グループ、ジビロは E グループに属しています。ではジビロエスパルスの決断式の模様に続きまして、昨日の試合をご覧ください。3月2日日曜日のジュビロ決断式、ゲットザビクトリー97、集まろうサポーターにはジュビロファン約2000人が参加。選手への質問コーナーや抽選会などを通して選手との楽しいひとときを過ごしました。最後に集まってくれたサポーターに対し、選手一人一人が今シーズンに向けての抱負を語ってくれました。今年も頑張ります。よろしくお願いします。昨年のよう怪我をしないで1年間働けるように頑張ります。去年以上の活躍するんで応援よろしくお願いします。とりあえず怪我を治して頑張ります。去年よりもより激しく、勝ちにこだわっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。そして同じ日、エスパルスも日本平スタジアムで出陣式を行いました。会場にはサポーター1000人が詰めかけ、アルビレス監督が昨年に比べて今年はいい仕上がりだ、皆さんに素晴らしいプレーをお見せできるでしょうと力強く語りました。本当に応援に一緒にさせてもらえるように、ぜひまたスタジアムで一緒になって戦いましょう。去年の戦術をより、ね、精度を高めるという意味で本当にチーム一体となったサッカーを見てほしいなと思ってますけど、ナビスコの予選ラウンドだけなんですけど、順当にね決勝ラウンドまで行きたいなと思ってますけど。続いてナビスコカップの予選、まずはエスパルス対ベルマーレ。ホンダから移籍し公式戦デビューとなったロペス、ここまでプレシーズンマッチ4試合で5得点と絶好調のロペスでしたが、この試合はエスパルスの必要なチェックになかなか思うようなプレーをさせてもらえません。それでも前半18分には岩本へ絶妙なパス、前半44分には強烈なミドルシュートと随所にゴールを意識したプレーを見せてくれました。試合は前半からやや押し気味のエスパルスが、サーノボリ、オリバ、長谷川とチャンスを何度も作りながらもどうしても得点できず、結局0対0の引き分けに終わりました。楽しかったですね。健康ってのはあったけど、でも
開幕戦、まあ、いろんなプレッシャーがあってやっぱディフェンスのプレッシャーがねものすごく速いんでだから近くいる人がやっぱコーチングしなきゃね、まあ、できるだけ早く投げていきたいんですね。持てる力精いっぱい出しますんで応援をぜひよろしくお願いします。続いてジュビロ対フリューゲルス。フェルペ監督の公式戦初采配となるこの試合、1対0とジュビロリードで迎えた後半26分、ジュビロはフリューゲルス服部にゴールを決められ同点に追いつかれます。しかしジュビロは後半35分、ドゥンガのセンタリングを福西がヘッドで合わせゴール。ジュビロが2対1でフリューゲルスを下しました。ナビスコカップ今週の試合です。3月15日土曜日にジュビロは